といえばうどんですね。うどん屋さんちょっと行ってみます。博多って言ったらさ、まあ、ラーメンとかもつ煮込みなんですけど、うどんなんですよね。うどんも美味しいんですよね。博多といえばうどんっていうさ、あんまり僕も詳しくなかったんですけどね。で今日まあうどん屋さんに行ってですね、で意外と近くにあったもんで、食べログで4点ぐらい平均値叩き出してたんで、まあ、ごぼう天うどん食べましたね。肉うどんか、やっぱ美味しいですよね。でごぼうがさ、なんか繊維質だから、まあ野菜だよね。まあごぼうも体にもいいしさ、美味しかったしさ、で肉も美味しかったし、だしもやっぱり九州のうどんのだしって、関東の人たちから見たら西日本のだし汁って基本薄いってよく言うんですけど、まあ、僕らはやっぱりそれで育ってるんで、やっぱりあこれだなみたいな安心感もあるし、めちゃくちゃ美味しいんですよね。うん、やっぱりね、だし汁がめちゃくちゃ美味しいね。かつおだしかちょっと分かんないけどさ、なんかすごい、うん、やっぱり帰ってきたなって感じだよね。九州に帰ってきたなっていう感じはするね。やっぱりまあ僕ね、東京とか名古屋とかいたけどね、まあ向こうは向こうでまあうまいんだけど、ちょっとやっぱりさ、味噌汁とかだし汁がさ黒いんだよね。まずその見た目で違和感があるのと、でちょっとしょっぱい、まあ西日本とか九州人から見たらちょっとしょっぱいんだよね、うん、なんかねアピールしすぎてるって感じがなんかねちょっと嫌だったんですけどね。まあうまいとこはうまいんだけどさ、やっぱり九州いいね、うん、やっぱり美味しいよ、さすがだよ、うん。